1月8日は成人の日です。今年度20歳となった皆さん、誠におめでとうございます。上田市では今年度1468名の方が20歳となりました。今回の行政チャンネルでは1月7日に開催された20歳を祝う式の様子を成人へのインタビューなどを交えてお伝えしていきます。20歳を祝う式を挙行するにあたり、今年度20歳を迎えた皆さん自身が実行委員会を組織し、その企画・運営などを行っていただきました。市民の皆さんにもこの動画をご覧いただき、これから社会に羽ばたく20歳の皆さんを一緒にお祝いしていただければと思います。どうぞご覧ください。令和6年1月7日、私たちはここふるさと上田で20歳を祝う式を迎えました。式典に参加されている皆さん、本日はおめでとうございます。式典に先立ち、土屋陽一上田市長へインタビューをさせていただきました。それではご覧ください。本日はお忙しい中、市長へのインタビューにご出演いただきありがとうございます。最初に市長からご挨拶をお願いいたします。上田市長の土屋陽一です。よろしくお願いいたします。今日は20歳になられました皆様、心からお祝い申し上げます。誠におめでとうございます。では早速一つ目の質問に入ります。ここ上田市で生まれ育った中で思い出に残っている出来事はありますか？たくさんあります。良かった思い出もあるし、苦しかった思い出もあるし、泣いた時もありますし、笑った時もありますが、それぞれの時代時代ごとにですね、思い出もありますが、最近ではですね、令和元年の東日本台風の大きな災害がありました。この災害に対しまして、市民の皆様と一緒に復興してきたということがですね、強く残っている今の思い出です。土屋市長が20歳だった時の夢や目標は何でしたか？その当時ですね、はっきりした夢とか目標は実はあまりなかったんですが、いずれいつかふるさとに帰りまして、社会のため、そしてまた多くの皆様のためにですね、何かこう力を尽くしていきたいなという漠然としたものがありました。そして多くの皆様の力をいただきまして、今の道にを歩んでいるということであります。私たちの中にはすでに社会に出ている人もいますが、仕事をする上で心がけていることや大切にしていることはありますか？論語の中の一節にですね、祭りごとをなすに徳をもってすと、異性異徳という言葉があります。これをですね、座右の銘としております。多くの皆様のためにですね、人徳をもって行うことが大事かなというふうに思っています。そして、人を愛して争わずということも大事かなということで、それぞれの思いをしっかりと持ちながら進んでおります。土屋市長が20歳の皆さんに期待することは何ですか？20歳の皆様はこれから長いですね、貴重な人生を歩んでいっていただきたいと思っています。そして時にはですね、失敗もあると思いますけれども、失敗という言葉はありますけれども、その現象に対しましてはですね、それぞれ解釈をしていただきまして、一つの足場だと、成功への次の足場だというふうに思っていただきまして、第一歩を歩んでいただければと思っています。大いに挑戦をしてください。土屋市長、ありがとうございました。これで
市長へのインタビューを終わります。最後に土屋市長から二十歳の皆さんへメッセージをお送りします。どうぞご覧ください。今年は主体変容という言葉を大切にしていきたいと思っております。主体変容とは、何か困難や問題が生じたとき、誰かのせい、何かのせい、環境のせいにするのではなく、責任の源は自分自身であると考え、自分が変わることで周りを変えていくという意味です。松下幸之助氏は、人生の幸福は主体変容がもたらすものと言い、周りや環境を変えようと思っても何も変わらない、まず自分を変えて初めて変わると言っています。大切なのは自分自身を見つめ直し、自分が変わることではないか、この主体変容により私たち自らが源となり行動していくことが、明るい豊かな社会の実現への第一歩となると確信しています。今年も生き生き精神はつらつに過ごしてまいりましょう。皆さんおめでとうございます。今回行政チャンネルでは市内7会場で開催された二十歳を祝う式のうち、丸子文化会館と上野川公民館の2会場にお伺いしました。当日の様子をご覧ください。本日、令和6年、上田市丸子地域、二十歳を祝う式が開催できますことに深く感謝し、心よりお礼を申し上げます。私は実行委員長を務めます、柳沢琴と申します。おととし、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、二十歳は人生の大きな節目であることに、変わりはありません。私たちは本日、無事成人としての門出を迎えることができました。これは今日まで育てていただいた家族をはじめ、苦楽を共にしてきた友人、時に厳しく、時に優しくご指導をいただき、温かく見守ってくださった恩師や地域の方々のおかげにほかならず、改めて感謝の意を表します。本日、私たちは改めて大人としての自覚を持ち、未来に向け大きな一歩を踏み出します。現在、社会の一員として活躍しているもの、学業に励んでいるものと置かれている状況は様々ですが、それぞれが二十歳の決意を胸に、大人として責任ある行動を心がけ、社会に貢献できる人になれるよう、日々精進していきたいと思います。どうか皆様、これからもご指導、ご鞭撻をくださいますよう、よろしくお願いいたします。さて、本日出席された皆さんは、友人や恩師との再会を楽しみにされていたことと思います。この後、式の中ではスライドショーの上映等が予定されておりますので、懐かしい思い出を振り返りながら、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
結びに本日の二十歳を祝う式が開催されるにあたり、お力添えをくださったすべての皆様に改めて感謝を申し上げ、簡単ではございますが実行委員長の挨拶とさせていただきます。令和6年1月7日、上田市丸子地域二十歳を祝う式、実行委員長柳沢こと。本日の二十歳を祝う式の記念として、上田紬のカード入れを皆様に贈呈いたします。上田紬は絹織物の一つで、シンプルで飽きのこないデザインと、折り目が細かく丈夫である特徴から、全国の着物愛好家に親しまれております。また、古くから養蚕が盛んにあったこと、あったこの地域において、江戸時代から大切に引き継がれてきている郷土の工芸品であります。この上田紬を用いたカード入れをふるさとの上田の記念として末永く愛好いただければ幸いです。私もそうだし、あと皆さんもぜひ元気で笑顔で幸せであふれる人生を歩んでいきましょう。はい、今日はおめでとうございます。皆さんのところなんていうか怒ったりしたこともあったんですけれども、なんかこう人懐っこいんですよね。床屋に行ってきた次の日は、先生髪の毛ハゲになってるねとかね声かけてくれたりとか、女の子も先生その服なんか買ってもらったらとかいつも同じだねとかね、なんかこう興味を示してくれて、日々一緒に過ごせたことを思い出してます。さっきのスライドショーを見ると、皆さんのその姿すごい懐かしいなっていうのを思っておりまして、自分の中でその皆さんの姿って卒業で見送った中学生でもうストップしてしまっていて、で今日行った時に、成人二十歳になった皆さんを見て誰だろうなって思いながら、一番困る質問が覚えてますか私のことって聞かれるのが一番困る質問で、覚えてるんですよ。覚えてるんですが、皆さんの姿は中学生でストップしてしまっているので、ものすごい成長速度っていうか、体と身長とあと雰囲気が一番かなと思うんですけど、それが大きく変わっていて、名前を言われれば確かに覚えてるって思うんですが、なのでもしこの後話しかけるときはまず名前から必ずよろしくお願いします。実行委員会は10月から月1回程度やってたんですけども、第1回の実行委員会の時は本当にまだ数名しかいなくって、でもこう当日に近づくにつれて実行委員の数が増えてって、こう多くの方に支えられながらも自分たちで式を作っていくっていう感じがして、楽しみながらも実行委員のお仕事をすることができました。はい、
そうですね、こうして一つの会場に多くの方が集まって式ができるっていうのは当たり前のことではないと思うので、多くの方に支えられてこうして当日を迎えることができて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、自分の行動に責任を持って責任を持てる大人になりたいと思います。はい、実は3年5組ではタイムカプセルを皆さんで作ったの覚えてますか？埋めるとこがない、今ご中が新しく建て替わろうとしているところで埋めるところがないなってことで、佐々木家の屋根裏部屋で預かることになりました。それから早5年、昨日引っ張ってきました。ちょっとフライングして開けさせてもらいました。一番上に乗ってたのが学級日誌だったのでちょっとそれを持ってきました。最後の日です。3月13日、3月14日の日が卒業式で、私もね、今年君たちと同じ年の子を抱えてるもんで、父親として、一言、今日ね特別な日です。ぜひお家帰ったら今までねここまで育ててくれたお父さんお母さん家族のみんなにね感謝の気持ち、これをしっかり伝えてほしいなと思います。本当にいろいろお世話になりました。お父さんお母さんご家族の方にもね、帰ったらよろしくお伝えください。本当に本日はおめでとうございます。本当はお祝いに直接行きたかったんですけれども、まだ見ての通り娘がこんなにちっちゃいのと、もうママがいないとダメな娘ですので、ちょっと行くことができなくて本当に申し訳ありません。きっと皆さん立派な大人になっていることだろうなと思います。二十歳になられました皆様、心からお祝い申し上げます。式場申し上げる前にですね、1月1日のですね、能登半島地震のことについて若干触れさせていただきます。去る1月1日発生いたしました能登半島地震により亡くなられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、ご遺族と被災された方々にお見舞いを申し上げます。救援と復旧の作業が一日も早く進み、被災された方々が安心して暮らすことができるようになることをですね、心から願っておりますし、また上田市としても北信越の一つの市としましてもですね、応援をしていきたいと思っています。さて本日ここに上田市二十歳を祝う式を挙行するにあたりまして、皆様方に一言ご挨拶申し上げます。私の皆様、人生の門出を迎えられましたと誠におめでとうございます。令和4年4月1日から成年年齢が18歳となりました。すでに大人の仲間入りをされ責任を自覚されていることだと思います。また今日まで愛情深くお一人お一人を育ててこられましたご家族、恩師、地域の皆様に敬意を表し、心からお喜び申し上げます。さて、
経営の神様と呼ばれました日本航空の奇跡を復活を成し遂げた稲森和夫さんは、素晴らしい人生を送るための秘訣といたしまして、善し善行、すなわち良きことを思い良きことを行うということを述べています。誰もが生きていく中で災難や苦難に遭い、どうしようもないことと諦めたり、幸運にも富を得ておごり選ぶり、謙虚さを失うこともあるでしょう。稲森さんは自身の経験から、運命ともいえるこうした出来事の巡り合わせに対してただ流されるのではなく、どのような思いを持って向き合っていくのかが結果としてその人の人生を作っていくのだと説いております。良いことを思い良いことを実行すれば、運命は良い方向へと変わっていき、逆に悪いことを思い悪いことを実行すれば、運命は悪い方向へ変わっていくということであります。さて、世の中に目を転じますと、日本社会は少子化が急速に進み、経済に対する不安が増しています。またウクライナやパレスチナの戦争では、多くの尊い人命が失われております。そして地球規模の気候危機は、人々の生活に破滅的な影響を及ぼしております。このような山積みの課題に、私たちは知恵を集め、手を取り合い、勇気とガッツを持って立ち向かっていかなければなりません。そのためにも、稲森さんの教えを受け止め、私たち大人は内に帰り見て、自らの人間性を良きものとしていく努力を生き方の基本に置いていきたいものであります。終わりに、陶芸家河合勘次郎さんの次の言葉を花向けとしてお送りします。それは、過去が咲いている今、未来のつぼみでいっぱいな今。繰り返します。過去が咲いている今、未来のつぼみでいっぱいな今であります。この言葉が伝えているのは、今という一瞬の大切さ、大事であります。過去からの積み重ねが結晶となって今があり、これから花が咲くつぼみのような姿として、未来も今目の前にあるのであります。皆さん一人一人が可能性に満ちたつぼみであります。人生の花を咲かせるため、今を大切に精一杯生きていってほしいと願っております。結びに、20歳を祝う式の開催にあたり、市内7会場で学生、社会人などさまざまな立場の皆様に実行委員になっていただいてきました。今日まで企画準備にご協力いただきましたことに感謝申し上げます。20歳の皆様の夢と希望に満ちた輝かしい前途を祝福し、今後のさらなるご活躍とご多幸を記念して式辞といたします。令和6年1月7日上田市長土屋祐一、本日は誠におめでとうございます。司会の言葉、本日は20歳という人生の節目を迎える私たちのために、このような式を開催していただき誠にありがとうございます。またお祝いや激励の言葉をいただきました土屋市長をはじめ、ご来賓の方々、地域の皆様に心より感謝申し上げます。さて、私たちが上田市立第五中学校を卒業して5年が経とうとしています。20歳を迎えた私たちの中には、就職をして仕事に奮闘している人もいれば、学業に励んでいる人もおり、立場は様々です。私には将来、上田市の消防職員として地域に貢献したいという夢があり、実現に向け日々学力向上や体力練成に取り組んできました。その努力が実を結び、来年度から消防職員として働く夢を叶えることができました。とても険しい道のりではありましたが、まだスタートラインに立っただけなので、これからも努力を積み重ねていきます。それぞれが違った道を歩いていく中で、私たち一人一人が
自分の行動に責任を持ちつつ、社会の一員である自覚を持って進んでいきます。また現代社会は SNS の普及により多くの情報が溢れています。自分の行動に責任を持ち、今後の社会を生きていく私たちにとって正確に情報を選択していくことが求められるスキルだと思います。誤った選択をしないよう、またそうした情報だけに頼ることなく、目の前にいる人とのつながりも大事にしていきたいと思います。最後になりますが、この場をお借りして、今日に至るまで愛情を持って育ててくれた家族や地域の方々、ご指導いただいた先生方、共に学び大切な時間を共有した友人たちに改めて心から感謝を申し上げます。まだまだ未熟な私たちでありますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。この感謝の気持ちと上田市で生まれ育った誇り、そして二十歳を迎えての決意を心に刻み、これからの人生を歩んでいくことを誓います。令和6年1月7日、成人代表遠田圭介。はい、実行委員の声かけや会議などをして当日に向けての準備をしていきました。実行委員が、上手に自分で考えて動いてくれたおかげで、とてもスムーズに、会議を進行することができました。はい、皆様のおかげで式を迎えることが通常通り式を迎えることができて本当に嬉しく思っております。はい、私は、社会人として自覚を持ってしっかり行動することと、以前から結婚願望がございますので、結婚をして家庭を持って幸せな家庭を築きたいと考えております。続いて実行委員の皆さんに夢や目標、大切にしている言葉などをスケッチブックに自由に表現していただきました。最後にこちらをご紹介いたします。上田市では夢や希望を胸に、これからの未来を歩み始める皆さんを心より応援しています。皆さんが育ったこの上田市、そしてこれまで皆さんを支えてくださった恩師、仲間を誇りに思い、それぞれのステージでこれからの社会を共に作っていきましょう。20歳の皆さんのご活躍を心より願っています。